はい、どうもネクロフです。さあ、前回、前々回と力の試練、ジョイをやりまして、今から注意ですね。で、注意やるんですけど、多分ね、20分ぐらいしたら自分泣いてると思うわ。前回の動画見てもらったら、前回、前々回の動画見てもらったらわかると思うんですけど、ジョイにテイク20ぐらいかかりまして、17、16、15、テイク15ぐらい。だから、その15回か16回ぐらい撮り直してるんですよ。巻きまくって。で、それか、ジョイ。うん。で、注意は当然難易度が上がってる。っていうことは、20分後ぐらいしたら、泣いてると。はーい、正直やりたくないっていうところが本音やけど、やっていくか。まあ、前回同様。念のため HP 全開、攻撃力レベル30。じゃあ、レベル30じゃわ。攻撃力アップ3。攻撃力 1.5 倍になる薬を30分続くやつね。それ飲んでいくと。風ですか？おーい、炎の矢、いきなり炎の矢、おっと。あれ、リモコン爆弾で。どせい！じゃ、最初だってさ、リモコン爆弾で戦うしかなくない？正直。はい。あー、お前かー。でも、両手剣は、ね、攻撃の速度が遅いですから。あれは倒せないかー。はい。危ないなー。ほいや。あ、一体倒して、ほい。はい。オッケー倒した。オッケー。落ちろ。オッケー。これは2発で死ぬか。真上。はい。え、全然耐える。なんでや、敵によったら、変わるんかな。これ落とした方がいいかな。こっち来い。無理か。え、じゃ、それはやばいよ。てか、なかなか難しいな。てか、なんかさ、強い弓持ってたよな。あ、強っ。これヘッドショットで一撃じゃね？ 2 発か。まあいいでしょう。2発やと結構いい方じゃね？はい。OK！ これで終わりか？終わりかな？あ、終わった。ちょ。あ、落ちた。あ、死んだ。弓ゲーやったわ。待って、違う。なんか、ワープ時間長い。ワープ時間長いと、お前。落ちる？弓ゲーやったわ。弓ゲーやったわ。あ、待って。黒は落とす？こっち。おい、なんで気づかんねん。止めて。はい。ほい。落ちろ。オッケー。いい感じ。弓ゲーやったわ。あ、氷の矢6本。これでかい。あー、炎の矢撃ってくるやつおるな。まあ、いいでしょう。え、爆弾や。待って。まず、青を倒す。待って。倒してない。危ねえ。え、ちょ、今の爆風当たるのってかダメージえぐ。落とす。お前は落とす。ほい、落ちろ。危な、あぶねえ。電気のやつか色とりどりやな、お前ら。昨日や10本、ナイス。爆弾や10本でか。それはでかいよ。お前もおるな。オッケー、ワンパン。敵によったらダメージ倍率あるやつとないやつおるねんな。お前持ちてもらおうか。ちょ、それせこい。はい。落ちてください。それせこい。落ちろ。それせこい。はい。ほい。なんでやねん。ほい。落ちろ。オッケー。え？お前？めんどくせ。頭打って、オッケー、ヘッドショットしたらこいつ見失うからな。んで、止めて、何で殴るかなー、これでいっか。え、弱くね？味方倒しやったわ。お！休憩所、早くね？もう5回やで、5回。5回で休憩所、はやぶさの意味強え。威力20、はやぶさの意味は遠くに飛ばすっていう効果もついてるからね。みんなこれ知らんと思うけど。
まあ書いてないからね。いやーここは男は黙って裸っしょ。お、騎士の剣、これ強っ。騎士の剣はなかなか強いですよ。いやー肉は別にいらんな。一応キコリノの回収してゴー。チュチュさんってか蔵、チュチュさんなんか2体死んだ、2体死んで1体を追って、山火事ですよ、奥火事が火事ですよ。んどっせい、ファイヤーチュチュか、じゃファイヤーキーっすか。はい、これで終わり。あ、終わった。なんかおるよ、リザルホス。あれ、おい、こっち。あ、待って、口笛はやらかした。はい、戦うぞ。一応ビタロックにして、お前被覆、そんな聞いてない。被覆やったら超えるのやでしょ。死ね。暗くて見えねえな。まだおるかな、被覆やつ。注目。撃ってみる？死んだわ。さすがに死んだわ。で、あそこに多分いると思うから、これは、上のミスター、落として、こいつらは被覆かな？わかんねえな。待て、弓矢おる。はい。騎士の剣で行くわ。へい、へい。あ、黒っぽいな。この HP は黒っぽい。危ねえ。どこや？そこか。あ、黒や。今の光で見えた。はい。ほら、黒や。オッケー。お、強化リザルボ。強っ！威力25。暗くて何も見えねえと思ったら、今の多分、メテオリ、ウィズローブ？ファイアウィズローブ？オッケー、ワンパン！で、ボコブリンたちがいる。ほい！何ボコブリン？よいけい！何ボコブリンこれ？黒かな？いや、この HP 白銀や！あいつあかん。あいつ白銀や。オッケー！あぶねえ！ほい！あいつ倒して、てかダメージやば。こいつ何？こいつが、見えねえ。こいつ何やろ、黒かな、黒や。こいつは黒で、いや、こいつ燃やして、待って違う。こいつ燃やして、オッケー。んで燃やしたらこう、うわーってなってるから、オッケー。あ、いった、倒してもうたわ。はい、終わり。もう暗くて何がおるのか、ほんまにわからん。動きやすい片手剣にしとくかな。片手剣にしとくか、動きやすい。なるほど。弱っ。こんだけかな。こんだけやったらもうクソ雑魚。こんだけだったわ。だからわからんてもう。何？なんかおるよ。ヒノックスか。この声ヒノックスか。ヒノックスってさ、めっちゃ弱いよね。おい、起きてください。んで、止めて、どっせい、間違って氷にはやっていく。ほいほい、あ、なんかぶら下げてる。なんかまだある。あー、威力1上がるね。待ってね。まだ。止めて。だから間違えるって。氷の矢と一本しかないな。でも使うんかな、氷の矢は。あ、なんか足かせついてるわ、こいつ。全然ダメージ当たらんねんけど。舐めてるやろ。はい。どっせい。んで、武器はどないしよう。片手剣でいっか。この尻文字が怖い。オッケー。この股のところやったら当たるわ。弱っ。こいつ弱っ。で、止めて、どこ行くねん。今のはこの草にやられたからな。今のは草やからな。草がエイムを邪魔してきたからな、今のは。それはせこいやろ。
オッケー。今まだ邪魔されそうになったけど。オッケー、ドカンって言って。はい。もう足かせ邪魔やな。足かせって燃やせたっけ？危ない。はい。オッケー。わ、休憩所。森人の剣、いらね。ハイレの服、いや、裸で行こう。いらね。今回でちょっと初めて料理してみます？魚がここに3匹いるね。入られるバス。んーで、じゃあ、上、鶏肉、獣肉、魚、妖精、妖精。はい、料理。え、28。ハート28回復か。ほぼ全開か。もう食うか。食うか。オッケー。まあ、妖精に頼ってるようじゃ男じゃないからな。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。なんかね、これって注意っていうぐらい簡単。正直なところ。ジョイの方が圧倒的難しいねんな。でも多分こっから先が難しくなるんやと思う。よくわからんけど。じゃあ次回、力の知れる10位、ラストまでいけると思う。今ここ地下11階かなんかその辺やから、多分次で終わるかな。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。